おやあー、困ったわー。一体どうしたらいいのかしら。へいへいへい。キャサリン、どうしたんだーい。ずいぶん困ってるみたいじゃないか。まあ、ジョージ、いいところに来てくれたわね。実はすごい困っているのよ。生肉を殴って熟成させていたんだけど、腕が疲れちゃって、ほんと、どうにかならないかしら。なんだそんなことかい。お安いご用さ。ほら、この、本試験、を使うのさ。そうすればいくら殴ったところで腕なんかちっとも疲れないよ。ほんとだわ、さすがジョージね。こんな便利なものを知ってるなんて、ますます好きになっちゃう。というわけで、今回は本試験について解説してみたいと思う。お前の勝手さ。本試験は連続的な剣打に特徴のある剣法だ。左右の剣が途切れず、あたかも雨が降るように、爆竹が鳴り続けるように攻撃する様子は、双剣の密なること雨のごとく、正解なること一か無知のごとし、などと例えられたりするよ。ちなみに一か無知というのは爆竹のことだね。日本だとあまり知られていない剣法だよな。そうだね。我ら中国武術者のバイブル、剣士、でも、ほんの少しだけ紹介されたにとどまっている。良くも悪くも剣士のおかげで八極剣の情報はネットなんかに溢れてたりするけど、本試験については情報自体がまずないもんな。そうだね。ただ、本試験の歴史自体は現在残っている中国武術流派の中で、一番古いと言えるかもしれない。本試験と思われる名称が最初に書物に登場するのは、明代には高討伐で名を挙げた名称、赤渓公、が著したすで武術のテキスト、剣経、においてだ。赤渓公についてはこのチャンネルでも動画を作ってたよな。右上にリンクを貼っておくぞ。赤渓公は当時弱体化していた明軍を、和光に対抗できるよう鍛え直すという必要性に迫られて、当時の中国各地にどのような武術が存在したのか調査させたんだ。それは素手武術についても含まれていて、素手武術の中の禅の禅なるものの一つとして挙げられていたのが、八仙番、という武術だ。これが本試験の原型であると考えられているよ。今とは呼び方が違うんだな。そうだね。実は本試験も中華民国時代ぐらいまでは、番試験、と呼ばれていたそうなんだ。だから八仙番が本試験の原型であることはほぼ間違いないと私は考えているよ。ふむ。いつから誰が本試験と言い出したんだろうな。それについては本当に不明なんだよね。そんでだ、現在の本試験には多種多様な型や技が伝わっているんだけど、八仙番の名前が示す通り、元々の本試験には8個の技しかなかったと言われている。たった8個の技で流派になっているのかよ。歴史の古い武術ほどそういう傾向って結構多いんだよね。でまあ、ちょっくらその8個の技を紹介してみよう。現在は多種多様な型が存在する本試験だけど、その中でも特に重要なのが、単刀本、と水八本、という2つの型だ。今述べた8個の技というのは、すべて単刀本の中に入っている。ちょっくらうぷ主に単刀本を演武させるから見てみよう。という感じだ。ふむ。本当に剣打ばかりで構成された方みたいだな。だろ。だから本試験のことを、最もボクシングに近い武術、などという人もいる。しかしだ、ここで私は本試験とボクシングはまるで違うということを主張させてもらう。ほう、そりゃまたどうして。知っての通りボクシングというのは、多方向に細かく動きつつジャブを打ったりワンツーを打ったりするわけだ。
それを可能にしているのは、ボクシングの直立して肩幅ぐらいにスタンスを取るというあの構えにある。それに対して本試験の構え、これを、ヒコ勢、と言うんだけど、ヒコ勢は前後に広くスタンスを取り、低く前傾した構えになっている。この構えでさっきのボクシングみたいに他方向に細かく動くとか、無理だろ。まあ重心が前につんのめってるわけだからな。立ち方が違うということはそれはもう全く別のものであると言っても過言ではない。だから本試験とボクシングはただ単に剣打が多い、という共通項があるに過ぎないんだよ。なるほど。それじゃあ次に当然来る疑問は、じゃあ本試験はなぜこんな構えを取るのか、ということになる。なんでだよ。この構えを取ることで他方向に細かく動けなくなるというデメリットがある反面、非常に大きなメリットを得ることもできる。だからそれってなんだよ。それは、前方に大きく飛び出しやすいということだ。本試験のあの低く前傾した構えというのは、言ってみれば陸上のクラウチングスタートと同様の状態をとっていると言える。要するに本試験の基本的な戦い方というのは、相手の攻撃が届かないと馬から大きく飛び込んで、一発攻撃を当てたら、あとは休みなく連撃を繰り出すというものだ。ふむ。ボクシングみたいにフットワークを使って回り込んでみたいな戦い方じゃないということか。そのことを踏まえた上で8000番の技を見ていってみよう。あ、ちなみに昔の本試験はもっと動作が小さかったみたいだから。もしかしたら英春拳みたいに相手にくっついてペシペシ殴ってたという可能性もあるかもね。まず紹介するのはこの、出手打利用、だ。使い方は簡単。体さばきをしつつ相手の腕を押さえて鼻を打つ。一発当てたらあとは連撃だ。この技は相手を倒すための技というよりも、とにかく一発当てて後の連撃につなげるための技だと思ってくれればいいよ。いわば本試験の戦いに持ち込むための技だな。次が、差し本強盗。使い方は鎖を巻き取るようにして相手のガードを巻き落として、胸を打つ。先ほどの出手打利用と同様、この技も本試験の戦いに持ち込むための技だと思ってくれればいいよ。そして次が、写真芸門中。見やすいように反対側から見てみよう。使い方はまず一発打って、体さばきしつつ相手の攻撃またはガードを巻き落として肘を打つ。そして次が、情報操縦手。ちなみに、ほう、とは、タオパイパイが着ているような丈の長い着物のことだ。この着物の裾をまくり上げるようにして、相手の懐に潜り込んでショートアッパーを連打する。そして次は、鉄反感。使い方は、下から相手の顔を突き上げて、そこから拳を返してボディを打ち、また拳を返して裏剣で顔を打つ。この動作があたかも鉄の竿を振り回しているようだから鉄反感と呼ばれるわけだ。なるほど。そして次が、王者だ。使い方は非常に簡単。一歩踏み込んで斜め上から腕を振り下ろすだけ。凄まじくシンプルだが有効な技だな。そして次は、双角手。これは王者だからの連続技だと思ってくれていい。使い方は、左右の人で相手を挟み込むように素早く攻撃していく。後ろから前から。そして最後が、順手郎だ。この技だけ他と経路が違っていて、金な術になっている。使い方は、腕を交差するように入れ替えながら相手に接近して、相手の腕を掴んで次の攻撃につなげる。とまあ、これで本試験の元になったと言われる8つの技を紹介したわけだ。お疲れちゃーん。現在の本試験はいろいろな流派と融合している。例えば、本試験は手技が得意だけど、それに対して足技の得意な、卓脚、と融合した、卓脚本試験。軽快なフットワークを売りにする、遠征拳、と融合した、遠征本試験。金な術を得意とする、高爪拳、と融合した、高爪本試験。などがある。もともと本試験は河北省一帯で広く伝えられていた。伝説によると、太平天国軍の将軍である張三益という武将が河北に本試験を伝えたと言われている。歴史の古い武術のくせに伝説がかなり最近だな。そして20世紀初頭、飛鹿剣の達人として知られた馬宝都という武術家は河北で本試験を学び、
自らの歯科研と融合させて、通備本試験として成立させ、陝西省一帯で広く広めていったんだ。結果として現在の中国では、この馬法との伝えた通備本試験が一番主流となって伝えられているんだよ。なるほど。さて、これで本試験の紹介は一通り終わったから、こっからはちょっと私の持論を述べてみたい。なんだなんだ。本試験にはごく一般の武術とは異なる非常に大きな特徴がある。それは武器術がほとんど存在しないということだ。このチャンネルでは散々言ってきたことだけど、武術というのはもともと武器術から成り立っている。だから、例えば八極拳にしろ飛花拳にしろ、剣や刀や槍や棒などの非常に多くの武器術が存在する。それに対して本試験の場合、私が知る限り本試験には八歩錬貫新士刀という、刀の型が一つ伝えられているだけだ。どう考えてもこれはあまりにも少ない。まあもしかしたら他にもあるかもだけど、それにしてもそれだけしか知られていないというのもあまりにも不自然だな。さらに特徴的なのは、本試験には構えが存在するということだ。基本的に武術にとって、素手の技術というのは武器術の補助になるわけだから構えなんか存在しないんだけど、構えがあるということは、これはつまり決闘の場みたいに、戦う相手がはっきりとしているということだ。ということは本試験は、もともと素手の決闘を想定して作られた拳法、なんじゃないかと思うんだよ。ふむ、もともと中国には、相撲、という、現在の大相撲とは違う殴るける何でもありの素手の決闘という文化があったわけだからな。もしかしたら本試験っていうのは、その相撲のための技だったんじゃないか。その可能性があるんじゃないかなぁと私は思うわけよ。けど、わずかとはいえ武器術が伝わってるんだろ、これをどう解釈する。もともとなかったものを創作したに一票入れたいね。つまりだ、本試験とはまるで関係なかったどっかの流派の刀の型を、本試験とこじつけて取り込んだんじゃないかと私は考えているわけだよ。状況証拠として、八歩錬貫新士刀とかいう刀の型は、この情報型の時代に中国の検索サイトで調べても一向に出てこなくて、出てくるのは八歩錬貫拳という、少林拳の一派の情報ばかりだったよ。もしかして八歩錬貫新士刀とかいうのの出どころって。そう、この八歩錬貫拳ではないかと私は考えているよ。そして何よりも、本試験における八歩錬貫新士刀についての情報は、動画どころか内容について書いた記事すらも見つからなかったからね。なるほど。じゃあ本試験がもともと素手の戦いを前提とした技術だとしたら、私は古代ギリシャ、ローマの剣闘やパンクラチオンと何かしらの関係があるのではないかと思っているよ。話が壮大になってきたな。古代の中国とヨーロッパが盛んに交流していたのは有名なことで、このチャンネルでも古代相撲について解説した時にそこら辺のことを述べている。そういやそんなのもあったな。右上にリンクを貼っておくぞ。しかしまあそんな話も、今現在は私の妄想に過ぎない。しかしいつかは手がかりを発見しに行けたらいいなと思っているよ。叶うといいな。さて、そんじゃあこれで話は終了だ。最後に松田先生の魂が炸裂した本試験の演武をご堪能ください。すごい迫力だな、これは。魂の解放とはこういうことを言うのか。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。最後まで視聴してくれてありがとうだぜ。よかったら下にあるチャンネル登録をポチッと押してほしいぜ。高評価をもらえたら嬉しさのあまり逆ハしちゃうよ。次回の動画にもガチで取り組むから応援よろしくね。